浜名湖です、この橋の上から、撮ってます。こっち行くと大体こっち側ですね。こっち行くと大体浜市浜名湖一周のコースになります。今日はですねあっち行くんですけど、またあっちで話します。よろしく頼むぞ。ご視聴ありがとうございます。浜名湖原野原です。今日ですね浜名湖に来ています。すごく眩しいんですけれども、頑張って喋ります。ここのところがですね、あっち行くとあっちにあそこにガーデンパークがあって、こう行くとですね、わかるかな、こう行くとですね、まあ、自転車車バイクなんかで行くと、自転車車バイクでこうやって行くと浜名湖一周のコースになるんですけれども、こっち側も浜名湖があるんですよ。こっち分かるかな。こっち側も浜名湖があって、そこの雄斗大橋ってとこを越えていくんですけれども、こっちがですね、私もそんなに詳しくないんですけれども、この前ですね一度自転車で通って、湖沿いに走って、まあ、釣り場なんかも確認して、釣り場もあるなってことで、湖沿いに走るとどんな感じなのかなと思って走ってみて、なかなかいい感じだったもんですから、その模様をまたもですね今日自転車で走って、皆様にお届けしたいと思います。まあ、釣り人目線でこっち側の方行くんですけども、こっち側のあの村串ってところがあるんですけど、村串、まあ、その辺村串なんですけど、この向こう村串なんですけど、こっち側がですねなかなかハゼの釣れるスポットもあるし、釣り場としてですねなかなかいい感じのところもあるんで、そんなところを見ていきたいなと思います。釣り人の人、釣りに浜名湖の釣りに関心がある方、それから自転車でツーリングされる方、まあ、バイクや車もそうですけれども、ちょっとバイクや車で入れないとこ、入れないこともないんだけど、まあ、あの向こうから来たら、向こうから来たらこっちから行けないよみたいなところで、すれ違いもできないぐらいのところがあるんで、まあ、ちょっとまあそういうところバックしてすれ違わせるのかなって感じなんですけども、まあそういうところ行ってですね、まあ、釣り場を見てきて、大塚高校ってあるんですけれども、その辺まで、動画撮って、あとまたこっちをですね回ってくるところもところどころ撮って動画撮って、っていう動画にしたいと思います。こっちの方のディープって言っていいですかね、ディープな浜名湖、もう一つの浜名湖っていう感じなんですけど、そっちの方を、自転車で走って、動画を撮っていきたいと思います。どんな風になってるのか、見に行ってみましょう。よろしかったらお付き合いお願いします。行ってみる。この辺りもですね、歯で釣れるんじゃないかなって思うようなところですね。それとですね、こっちの方が、歯で釣りスポットらしいんですけど、今あそこで一人釣ってらっしゃる方いますけれども、あっちの方がなんか歯でが釣れるところがあるらしいですね。もうちょっと行ってみます。ナイスビューですね。ここに車が止められるんで、あそこら辺でも釣ってますね。この辺でも釣りができるみたいですね。ナイスビュー、すんげえローカルな感じ。車を止めてですね、まあ、道沿いに車を止めて、上から釣ってますけど、ああやって降りられるところもあるんで、ところどころ降りられますね。降りて釣るのもいいんじゃないでしょうか。こんな感じです。ナイスビュー。
今からですね、あそこに浜湯大橋ってあるんですけども、あそこの橋のところまでこうやってぐるんと回ってきます。こっちに出られないことはないですけど、こっちからの岸壁の方に出られないことはないですけど、乗り越えていくって感じなんで、ここの道沿いにちょっと走っていって浜湯大橋を渡るため、こっちの手前でこう入って、向こうに行きます。イサミってところらしいです。イサミって書いてありますね。土地の人たちでしょうね、土地の子供たち、釣りやってますね。ハゼが釣れそうですね、こうなってます。釣り禁止になってますね、周りに流れ釣り禁止。湖沿いに行きます。あそこのマリーナ内は釣り禁止って書いてありました。釣り禁止ですね、あそこは。まあこの辺どっかやれるとこあればやってもいいかもしれないですけど、やってる人いないですね。こっちがこんな風になってます。こっちでも釣りとかやれるんじゃないでしょうか。やってる人いないな。よし、橋の上からやる。知ってますね。今ですね、道をちょっと間違えて伊佐治川ってところに、の上です。こういうとこにいます。
道をですね、間違えまして、遠回りしてここに、着きました。ここに来たかったんですけど、ここです。ここはですね、大塚高校っていうところなんですけども、あれが高校でしょう。あれが高校でですね、この周りもこう、行ける道があってって、この前来た時発見したんですけど、発見したというか、分かったんですけれども、こうなってるんですよ。野鳥渡り鳥がいっぱいいて、こっち、今日ですね、こうやって歩いていけるらしいんですけども、これ魚がよく釣れますっていうのがあそこなんですけど、今から見に行きますけれども、ここをですね、通って行きたいなと思うんですけど、今日やってるとですね、日が暮れちゃうんで、あそこの釣り場を見てですね、こう、湖沿いに来る道があるんですよ。そこのところを通って、来たかったんですけど、そこの道をですね、逆走っていうか反対側から入って、通って行って元のところに戻ろうっていう風にしたいと思います。仕方ないですね。また機会があったら、取りに来ようかなと思いますけれども、まずですね、あそこに釣り場があるんで、釣り場を見てですね、それから湖沿いに、自転車で走って行ってみたいと思います。そのコースを、皆さんに紹介したいなと思います。行ってみます。行ってみるぜ。ここですね、釣り場。人がいるんで、あんまり止まって話しませんけど。こんにちは。ここ釣り場になってる。今の橋があったあたり、橋の周辺ですね。橋の周辺がで釣ってるのを姿をこのように見ました。ここでもですね、釣りをやってる人いましたね。今日はもう遅いってことかな。日によるのかな。今からですね、この道を通って行きたいと思います。ここの道を紹介したかったんですけど、道間違えてましたね。降りたくないな、正直。こっち側をですね、見せたかったんですけど、今回ですね、本当だったらこう行って向こう側通って、向こう側にもですね、ハゼ釣りのポイントがあるらしいんですけど、こう見てきて帰るっていうことだったんですけど、今逆に行ってますね。まあこういうところがあるってとか紹介できただけでもいいんじゃないでしょうか。またですね、機会があれば向こう側通って、自転車で通ってそれを撮ってみたいなと思います。今日もこのまま行きます。
こっちにですね、行ってもちょっと見どころあるんで、そこを紹介します。こっちがすごいジャングルなんですけど、まあ、止めるところがあれば、車も、どうか止めるところがあれば、止めるスペースがないこともないんで、ちっちゃい車だったら、こういうとこから降りて、釣りができるみたいですね。釣りができると思いますよ。危ないかな。足場危ないですけど、気をつけてやれば、できるんじゃないでしょうか。こうなってると。なんだろうこれは。普通のお家だね。普通のお家でもないか。なんか見てんだろ。そしてですね、ここがですね、浜名湖沿いにある唯一の風俗店です。やってるのかな、風俗店だったとこって言っていいのがいいのかな、やってるのかやってないのかちょっと分かりかねますけれども、ヘルス白山ってところです。こんなところにあるんですね。一応記念に撮っておきます。道を間違えまして、今反対側から来て、もう今帰ってくるところです。あそこら辺に町が見えるんで、もうこの道の出口は近いと思います。今ヘルス白山の裏手から撮ってます。ここもまあ珍しいとこなのかなと思います。もう営業とかされてないのかもしれないですね。もう私は利用したことないですけど、ここに一軒浜名湖唯一の、風俗店があると。ここだったと思うんですけど、もし間違ってたらえらいことになるんで、こうかなって入れておきましょうか。こんなとこですね。今ここにいます。向こう側を走ってですね、元に戻ってあっちの有東大橋の、こっち側に出るっていう風な計算だったんですけど、こっちから行くとまた有東大橋のさっきのところに戻るっていうところなんですけど、どこから入っていけばいいのかちょっと私でも間違えたんで、そこのところだけチェックしてこの動画終わりにしたいと思います。まあ、釣りはですね、まあ、かなりローカルなところなんで、まあ、地元の人とかがよくやって、地元の人とか、まあ、本当土地の人ですね。土地の人たちが、釣りを楽しんでいるっていう風景が見られました。この、ちょっと向こうでもですね、釣ってましたね。なかなか車止めるところないんで、止められるところが、難しいんで、まあ、地元の人、着慣れてる人とか、まあ、知り合いの方が、そこで畑やってるとか、なんか、田んぼやってて、ちょっとまあ、土地がそのスペースが待ってるとか、そういうところの知り合い、そういうところに泊めてやってるのかなと思います。いっぺん来たいですね、こっちも。来てみたい、釣り割りに来てみたいなと思ってます。まあ、ディープ浜名湖って感じですね。まあ、こっちの方の風景、今回楽しんでいただければよかったなって思います。もしそう思われた方がいらっしゃいましたら幸いです。この動画いかがだったでしょうか。ちょっとでもいいなって思われました方は、高評価のボタンをクリック。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。まあ、自分興味おっさんなんで、そう一般的にこの攻撃と楽しいよっていうところからはずれるかもしれないです。それでも浜名湖のこととか、扱っていきますし、釣りとかのキャンプ、アウトドア関係のものを、上げていきたいなって思っていることと、
あと本当自分興味の、なんか、これがいいものだとか、これ買ったからとか、そういうものも上げていきます。そういうチャンネルです。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。じゃあまた次の動画、この動画でお会いいたしましょう。最後にですね、この細い道の出口をですね、ちゃんと記して終わりたいと思います。じゃあまた、バイバイ。そこにですね、ボートが止まってるところがあって、それをこう来てですね、こっちの道をまっすぐ行って、こっちに曲がっちゃったのが行けなかったんです。こっちに行けばすんなりと行けて、こう内浜名湖というか、こっちのか、こっち側の浜名湖を、回ってまた橋のところに戻ってこられたってことですね。道間違えました。それでもですね、こっちの方の、こっち側の浜名湖、こっち側の浜名湖沿いのあたりのだとか、このローカルな雰囲気を、感じ取っていただけることはできたんじゃないでしょうか。そろそろ夕日が落ちていこうとしています。日が暮れようとしている浜名湖から、バイバイ。またご覧ください。そうですね、こっちの方もまた釣りに来られるだとか、ドライブするとか、面白いかなと思います。ドライブとか、オートバイのツーリング、自転車のツーリング、いいかなと思います。じゃあまた、バイバイ。